どう？マイクラの大きさ的に 3×3 の方が正解かな。 4×4 もちょっと一応置いとくか。 4×4 がこれか。どう？ 4×4 でっかい気がする。3だよね多分ね。一応間上にも載せてみるかとやね。あー、いやでもどうなんだろう。あ、まあ 3×3 かな。でも 4×4 は確実にでかいもんね。 3×3×3 が1番なのかな。これはマイクラに合わせると3だ。じゃあこれもあと5マス。あー、でもこんぐらいな気がする気がしてきたうん、これが、うちのいつも作ってる、ん、ちっちゃいか。いや、まあ、わかんないな。壁作んないとわかんないや。じゃあベッドならぬね、この操作する場所を置いて、なんか真ん中からずれてる気のせい。あ、これあれなんでずれちゃうんだ。そういうもんか。まあしょうがないな。よいしょ。で乗って、おーおーおーおお、仮拠点ないそうないそうないそう。入れなくね。いや大丈夫、ここから E ボタンで乗れるから大丈夫うん、あ、じゃあちょっとこれ完成させてみようか。どう？仮拠点めっちゃリアルだね。めっちゃリアルな仮拠点できた。これでおーおーおー、いいじゃんいいじゃん。入り口の階段もちゃんとやる。こうだおお、仮拠点ができた。どう？ちょ、一回この状態でリフトをちょっと取ってみようか。仮拠点だよよく見るやつ。あ、 3×3 だねやっぱね。でそしたらこの下にね、ジェットエンジンスラスターをね、ここに置きます。こんな感じでスラスターをね置いて、上にねシュポーッと行けるようにするわけですよね。さあ置いて、でボタンにするか。ボタンでちょっとやってみようか。あ、でも怖いかな。あ、まあ一応やってみるか。これを置いてボタンを押すと、これでシュポーッとなるみたいなね。ちょっと一応最初は強く最高でやってみようか3人称で見たい。そっか、そうだよね。あ、じゃあ一応、じゃあボタンじゃなくてこっちで行くか。こっちの方が3人称なるもんね。嫌な予感しかしない。いや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 、まあ見てなさいって。行くよ。あ、リフトから離してない。行くよ。行きます。仮拠点号飛びます。よっ、仮拠点号飛びます。よっ出力が足りないまだちょっとね、若干重いみたいですね。これだとね、これだとまだ重いもんで、もうちょっとエンジンたくさん欲しいみたいね。飛べなかった。じゃあこれで、リフトをと、なんか跳ねた、なんか跳ねた嫌な予感が若干するような跳ね方したけどね。でこれに乗ると、これに乗るとできますよ。今度こそ双葉仮拠点飛びます。ハンバーガーの CM のように。いきますよ。よいしょ。おおちょっと待って、でもおお、バランスがね、バランスがいかんね。ちょっとちゃんとやっぱやんないと。感はひっくり返っちゃったもん。これさ、ちょっと出力さ変えるのめんどくさいから、これで一回やってみよっか。全部つなげるだけつなげてね。あー、またやっちゃった。これつなげんのもめんどくさいな。よし、これでいけるはずだ多分。いくよ、せーの、ほい。おお、バランスもいい。おどう飛ぶよ、ほら若干重心後ろにいってるけども、ほらいいじゃん。あ、耐えて。おー、もう一回。おー空飛ぶ仮拠点。あ、じゃあ跳ねる。おー耐える、この仮。よし。耐えた。もう、頑張って。耐えれるはずだ。この仮拠点なら耐えるはずだ。うまく着地をうまくするんだ。頑張れ。なあ、ダメだ
結局こうなるんだ調整すれば良さそうだねこれね。おお、前をちょっと後ろもちょっと強くすればいいのかな。前の方が若干こうシュピーってなっちゃうもんで、こっちをもう少し強くしよっか。この状態でやることでなんか変わるかな。ふい、あ、もう最初からバランス悪いわこれ待って、平坦なとこに置かないとダメだ。これでいいかな。よいしょ、で取って、これでいいはずだ。行こう、行くよ、よいしょ。ほら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 、あ、いい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 、これ宇宙までいける。おおおお、来たこれどこまでいけんのかな、この仮拠点。おーおー、高さはこれどこまであるんだろう。おお、バランスめっちゃいいんだけど。わあ、宇宙とかない感じかな。これ以上いけないかな、これ。大気圏いったら燃える、マジで。え、向きがいきなり変わった。あ、あ、なんか見えない壁に当たったんだ、多分。これ見えない、見えない壁に当たった。なるほどね。落ちていってる。すごい速さで落ちていってる。これはもうどうしようもない気がする。はい、墜落ですね。あ、でもまだ、まだ耐えれるか。あ、すごい車できた。あ、やっぱそうなるんだ必ず、あ、最終的にはこうなるんだねまあでもね、いいものができたんじゃない今回ね。え、言うてこの仮拠点号を個人的にはその初めて作ったものとしていい感じな気がするね。え、仮、あとはさ、こっちとかにブラスターつけて、あの上下左右じゃなくて、ん、上下左右、四方にブラスターつけて、方向転換できるようにしていけばっていう感じでしょ。だからまあ、イメージだけどもこういう感じ。え、ボタン操作かな、多分ボタン操作で、こっちとこっちとこっちとこっちっていうのをできるようにするんだよ多分ね。ボタンどうやって置くんだろう。この運転席に置けんのかな、ボタンって。ここにボタン置いたとして、あーでもダメか、あ、そっか、いや、え、うん、お、ここのボタンをこれとつなげんのかな。あ、1って書いてある。あ、できたできたできた。あ、なるほどね。だこのボタンこれつなげて、でこの1のボタンはこれであんの。そうすると1のボタンを押すと、ほら1のボタンを押した時だけこれこうなると、こうすることで動けるようになるはずだよね多分。あ、待って、まあまあ一応試しね、こう上登って1234というね。じゃこれちょっとやってみようか。まず上に上がりますよ。まず上に上がって、で3を押したら、あ、待って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 、めっちゃ強く低い。2を押すと、あ、めっちゃ強く低い。あ、でも若干動く、若干動くなるほどね。4321、弱い、いや弱すぎて出力不足すぎてダメだ。ちょっと、待って待って待って、これじゃあ出力マックスね。よし、これでどうだろう。いくよ、まず上に登ります。そして登ったら、動いてる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 、ほらほらほら、どうどうどう。めっちゃね、指の操作大変だけどね、前に進めた時はこうか。わあ、絶対これもっといい方法あるわでもね、ちゃんとね、ちゃんと動くからね。うん、別にできてはいると思う。ほら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 、進みたいところに一応行ってるよ。でバランスが崩れたらこうやってやればバランスもね調整できるし、バランス調整する時点でもう進めないところに進めないんだけどね。おー、いいねー、かっこいいね。あ、これ着陸するときにバランスが良くなる。じゃあ着陸するよ。これ今バランス悪いもんで、こっちやってバランスを整えると、バランスをね
バランス整えて、これで着陸すると。あー無理だったあーあーおおしあー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 あということでね、今日はこの辺で終わりにして、また今度ね、別のやつをね作っていこうかなと思いますんでね、今日もありがとうございます。